海外から5カ国ぐらいの国の方々が来ていただいて、本当にありがとうございます。いい選手いないかな、ね、って思うけど、はい、意外といるんですよ。はい、今回はですね、岩手グルージャー盛岡のトライアウトに潜入取材させていただくということで、今日がそのトライアウト当日なので、今まさに受付を各選手たちがしてます、はい、この中で、チームの関係者に認められた選手たちが契約ということで、まあ本当に今日で人生が変わる選手が何かいるかもしれないというところのリアルなところを皆さんにお届けできたらと思いますので、もうちょっとで秋田社長、今監督じゃなくて社長が来られるということなので、まあインタビューを聞きながら、このトライアウトの意図も聞きながら、はい、密着してさせていただきたいと思います。今写真撮ってくださいって言われた選手、はい、韓国の選手で、もう一人が多分アジアだから、そのタイとかそっちの方だと思う。 YouTube 見てますあ、韓国からこのトライアウト受けに行く、韓国から受けに、それもちょっと聞いたよね、うん、後で今聞いてみる、ちょっとだけいいですか、はい、あの韓国からセレクション受けに来たと思うんですけど、はい、その、まあ、意図というか、なんでこの日本の岩手グルージャー盛岡にトライしに来たの。もうバイブ攻めるだけでも、若いうちにちょっと海外でちょっと経験したくて、で、たまたまグルージャー盛岡にちょうどいいチャンスがあって、ちょっとチャレンジしに来ました。で、日本とその韓国のサッカーの違いとかって、やっぱどうですか、そのイメージ的なものを見て。そうだ、やっぱ最近ちょっと日本のサッカーみたいな、カップと比べたらレベル高いと思うし、うん、まあ、今日もよくみんな調子に見えるし、うん、まあ、楽しんでいます。頑張ってください。よろしくお願いします。 Thank you。 Thank you。 あの韓国のその選手から日本のサッカーのレベルは高いっていう言葉が聞けるのはすごく嬉しいというか、あれあれあれ、ちょっとあれこちら、おお、どういうこと、おお、あれあれ、一緒です、一緒です、今季はセレクション、いや、セレクションです、これにちゃんと、本当違うよ、そら、ボビーちゃん、はい、ちなみに、今日のセレクション会場、はい、ここのローバーズでやるんですけど、なんかいろんなひょっこりレジェンドが今はここのオーナー兼監督もやってるか、いや、やってない、やってない今は、はい、オーナーや、オーナーだけです、はい、ありがとうございます、全然使っちゃってください、ありがとうございます、もうちょっと安くしてくれたらいつでも使います、交渉します、ね、交渉します、今日ヒレトーさんが秋田社長、はい、密着っていうことなので、まあ、こちらはそのトライアウトの全貌を撮影させてもらおうと思うんですけど、まあ、それだけ注目されてる、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、今日どんな感じで、じゃあ、いや、もう本当トライアウトのリアルなところ、はい、でしかもめちゃくちゃ多国籍というか、いろんな、そうだね、まあ、香港とか、うん、アメリカ見たら5カ国ぐらい、秋田です、社長になりましたんで、よろしくお願いします、お願いします、今日遊びに来てくれたんで、はい、密着させてもらいます、昨年は監督だったんですけど、今年は社長として取材に来てくれました、よろしくお願いします、参加者名簿ということで、ヴィッセル28、アルビックス新潟ユース、22、3ぐらいが多いですかね、これ、そうだね、大卒とか、うん、まあ、割と多いかな、やっぱ22、3で、30超えてる人はもう多分これを、うん、ラストチャンスと思って、はい、まあ、ここからやっぱキャリアを伸ばすっていう最後のこの時かもしれないね、
ここに来てるってことは全所属は満了になってるってことだから、はい、プロの厳しさも感じてる選手もたくさんいるし、今この1月の時期じゃないですか、うん、ほぼほぼ移籍はし終わってるって感じなんですか。いや、そんなこともない。移籍期限31だっけ。あ、3月だね、うん、大丈夫なんですね。全然いい。あ、そうなんですね。今回トライアウトを密着させてもらうんですけど、今回の意図というか、岩手グルーチャー森岡のトライアウトのどういう選手を獲得するというか、まあ、正直言って、はい、そのレスリーの選手を取るのが難しくて、はい、まあ、今シーズンは10月に終わって、そこから、まあ、取る機会が、選手を取りに行けるのかと、ほとんど取れる、はい、で決まったのがもうパタパタって決まったのは12月の中旬以降しか決まってこない、はい、もうやっぱり J1 が決まって J2 が決まって、その後にしかこうやっぱり回ってこないっていうのが、はい、実際で、まあ、選手たちもやっぱり高いレベルでやりたいので、そんな中で毎回これをやるってことは結構こうやってやっても、去年も奥山っていう選手がこのセレクションで見つけて、でテストをしてキャンプに参加して入れたら、もう1年でもうほとんどの試合に絡んできて、で町田に移籍しましたっていう。でもう1人も2人取ったんで去年もね、まあ、そういう意味では結構掘り出し物があったり、まあ、隙間を埋めてくれて、プロとしてのこう入り口を作る場になってるんじゃないかなっていう。だからまあ今日もね、70人ぐらいで、はい、来てくれて、びっくりしました。この人数もなんですけど、この多国籍でいろんな国の選手たちもトライしに来てるっていうので、いや、多分通常のトライアウトだと絶対来ない選手たちが来るので、うん、来てるので、まあ、すごいこの J リーグに対するこの興味というか。うん、結構アジアだな、はい、やっぱりそういう興味を始まりましょう。すごい興味を持ってくれてて、これから見てくださいます。皆さん、改めましておはようございます。本日は J リーグ、グルージャー森岡、セレクションご参加いただきありがとうございます。で今日は試合しかやりませんので、審判に後ろからのファール等は厳しく取るように言ってありますのでご注意ください。今日は少し人数が多いですし、ちょっとキャンセルも多分雨の影響か、出てますんで、少しメンバーは組み直しますけども、挨拶終わって15分後にスタートできればいいと思います。今日はグルージャー盛岡の代表取締役社長秋田豊さん来てますので一言お願いします。おはようございます。岩手グルージャー盛岡の秋田です。よろしくお願いします。今日はもうたくさんの海外から5カ国ぐらいの国の方々が来ていただいて本当にありがとうございます。個人としての特徴を持った選手を探しています。怪我のないように全力で、やる姿、そしてかつメンタリティをしっかりと見せていただいて、選手を選んでいきたいと思います。昨年も3人の選手が、大阪と東京のセレクションで選ばれキャンプに参加しています。その中の二人はグルージャに入りました。そしてその一人は、今年町田に移籍しました。チャンスはここに転がってます。それをしっかりと掴んで、自分のステップアップに、このグルージャを使っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。もう最後のこのラストチャンスと思って来てる選手も何人もいると思うから。うん、必ずしも 100% が出せるとは限らないですよね、うん、今日一人も引っかからない可能性もあるからね。そうですね、もちろん。どういうポイントを見てるかだけど、うん、その光るものがないとね、獲得っていうところまで本当に至らないからね、うん、行こう行こう、嬉しい、行くよ。
全部は言えないと思うんですけど、審査基準みたいな、どういう基準っていうか、どういう基準俺。トレーニング、キャンプに参加する権利。なるほど。そのキャンプでっていうのが大切ですね。なるほど。これだけでは分からない。そうですね。まあ、自分にされると。には本当に熱い気持ちをこう出してくれて、非常に大きかった選手もいて、すごくいいセレクションだったと思います。またこの中から、連絡がいくと思います。トレーニング参加、キャンプ参加をしてもらって、次グルージャに入って入れないかという判断をしています。それに外れてしまった方もいらっしゃると思います。ただ、今回は、僕自身が見て、ユーザーとして見て、外れただけであって、まだまだ皆さんの方人生っていうのはこれからあると思いますし、人生はこれから、素晴らしいものがあると思うので、本当に、これからも頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。小出さん、ありがとうございました。については1週間以内に、エロスポーツの方から各個人に連絡をさせていただきます。もし1週間以内に連絡がなかった方は、まあ、不合格ということになります。合格いただいた方、キャンプの詳細等をまたズームか、電話で打ち合わせをさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日1日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。松井寒い中で結構でも70名近くの選手たちがやられてると思うんですけど、実際このトライアウト、その選手たちの動きを含めて、ナスがいなかったのが俺びっくりしたんだけど、あ、そっち途中から出くる違う違う、グラウンドに立ってなかったわ。僕行ったんですけどね、センターバックで今軽く絶賛肉離れ中です。マジで、はい、しょうがないね。はい、なんでちょっと直してからまた復帰します。実際どうでした、その選手たちの動きも含めて。やっぱりこう J リーグでやりたいっていう気持ちをこう、ね、伝えてくれた選手がたくさんいたと思うんで、はい、まあ、その中でもやっぱり特徴的なプレーを出してくれた選手がいたんで、選んでキャンプに参加してもらおうなっていうふうに思います。でも個人的にも結構特徴的な選手いたなと思ったので、はい、なんか面白いなっていう。そうね、普通こうやってね、やってもなかなか集まってこないっていい選手いないかなって思うけど、意外といるの。いや、びっくりしました、うん、まずこの人数と、あとその海外のルートも含めて。そしてさ、はい、去年2人取ってるからね。あ、そうですね。そう、JSP のチームだと、はい、なかなかやっぱ選手が来てくれないって思ったようにこう取れないっていうのが実際ある、ね、はい。そこをやっぱ考えると、こういうことをやって、はい、その中でもこう、ね、本当に上に行きたいっていう気持ちを持った選手、はい、でまさにね、その一人は町田に移籍したので、はい、そういう意味ではチャンスはみんな平等にあるんで、ね、でも本当にいい機会というか、選手たちも思ったんで、今度参加してください。いいんですか。はい、社長密着を含めて、松村理沙監督、はい、取材もしておー、ぜひして、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、でも、はい、僕も、はい、アキちゃんっていう、あ、そうですね、ちなみに秋田社長 YouTube チャンネルもやられてますので、はい、概要欄の方に記載してます。皆さんぜひ
そちらの方からご視聴もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。